北浦慶太郎12月3日から1954年10月16日は日本の政治家、衆議院議員を通算4期務めた奈良県出身、関西大学専門部法律科卒、小学校訓導、函館区い検事を歴任、その後弁護士となる、1930年に行われた第17回衆議院議員総選挙に、 立憲民政党を公認で立候補して初当選。その後民政党を離党し、1939年に行われた衆議院議員選挙の再選挙に無所属で立候補して2度目の当選を果たす。院内会派の第一議員クラブに所属し、1940年に北浦がかつて所属していた民政党の先輩議員にあたる斉藤隆雄が、 反軍演説で除名された際にも除名に反対票を投じている。この時除名反対票を投じたのは北浦を含めて7名であり、そのうち斉藤の所属政党である民政党に所属していたことがある議員は北浦以外では投票に当たり民政党を離党した岡崎九次郎のみであった。1942年の翌3選挙には非推薦で立候補し落選。 戦後は1946年の第22回衆議院議員総選挙に日本自由党公認で立候補して当選し、政界復帰、第一次、吉田内閣法務政務次官などを務めた。1949年の第24回衆議院議員総選挙で民主党公認で立候補したが落選した。ありがとうございます。